グロムニツァグロムニツァとは、ポーランドやチェコで見られるろうそくの一種である。カトリックの聖職祭の文脈において用いられる。チェコ語ではろうそくをフロムニチュカ、またはフロムニツェ、聖職祭をフロムニツェと呼ぶ。以下の文章は、グロガーの前訳であり、基本的な言い回し当現代の百科事典的ではない、要素も見られるという点に留意されたい。グロムニツァは、 太いろうそくで、通例黄色いろからなり、落雷や雷鳴の最中に灯されたことからグロム、すなわち雷から名付けられた。グロムニツァは、教会で2月2日、つまり、聖母、マリアのお清め並びに、神殿で、イエスが捧げられた日のために奉納され、こうした理由からこの祭日は、グロムニチュナとも称される。グロムニツァの象徴的な意味は、 全くもって天霊における光のように、聖ヨハネの福音のキリストは、この世に生まれくる、あらゆる人を啓蒙する真の光明であるという言葉から導き出されるものである。グロムニツァ性別の再起動において、聖職者は、神がその教えと恩寵と思って、人々の精神を開かれるように、また愛を持って、人々の心に火を灯されるようにとこう。 死にゆく者の両手に握らされた一本のグロムニツは、その者のが全行のともランプでオブルビエニエツの到来を望むべきであると、その者のに思わせることとなる。葬儀の際にこの光は、個人の遺体を精霊の神殿として、我々が死者のためとぶ来の祈りにおいてこう永遠の光明が、個人に輝くようにという権威のうちに、我々が個人の遺体を持つことを意味する。 白いローのグロムニツァは、輝ける光と称されるが、これは、ミサの公開や教会におけるすべての祝典の際に、用いられるべきであり、黄色の方は、葬儀の際に、含むの証として、また断食の時には、会春や悲しみの印として用いられるべきである。キリスト教徒の実践としては、グロムニツァは家で臨終を迎える者の,のために持っておく、ことが推奨される。ポーランドの、 各家庭においても、領主の家、農民の家ともに、グロムニザもパルマも、それぞれ一本ずつ、寝台の真上の十字架に結びつけられていたものであった。マグナートの家々では、グロムニザは、教皇によって性別され、分け与えられていった。特定の数家族全体においては、聖母マリアに捧げる祝典の日ごとに、グロムニザを一本聖母、マリアの絵の前で灯す古いしきたりが、 これまでに守られた。原文では、ナウカという表現が用いられているが、この語はのキシック、教えるという動詞と関連性があり、今日では通例科学、学問、教授を意味する。アブルービーニエック。通例語とは小文字で、花婿や、調和を受けたものを意味する。原文では、プラジービテックという表現がなされている。原文では、スウィットロ・ジャーザスという表現が、 なされている原文では、ノヒース・ダブル・ソクラム、つまり、ナハスワイ・アツジー・ソクリメント、最も聖なる秘跡という表現がなされている。パルマ、聖、枝祭りのための飾りを指す。原文では、ボガー・ラッツカと表現されている。日本聖教会における用語、聖神上も参照。ありがとうございます。